食べてからもうこれやみつきよ、絶品やん、どこにもあげんのこのカツ丼は。いらっしゃー、いただきます。うん、最高。うん、毎日この掃除をされるんですか？はい、もうあの夜のうちに油がまったりしてるんで1時間ぐらい掃除は欠かさない。ここはもうあのずっと初代の時から同じとこですね。70年ぐらい一緒じゃないかな。
厨房に立たれて何年ぐらいなんですか？東京、大阪行ってたんで、帰ってきてからは25年ぐらいかな。でもその前からちょこ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 入ったりはしてたんで。芯とかね、なるべく切れ目を入れて、芯って結構匂いがするんで、これももうあのばらけやすいように、
見てしまうもんね。親子丼と親子うどんっていうのがあるんですよね。それの具材。って何枚くらい仕込まれるんですか？平日は80ぐらい、休みの日はだいたい140から150、それぐらいは一応煮込んで。
スープに絡む麺、まあ、とにかくうちの麺は美味しいですね。最近僕はもう あまり噛まずに喉越しを楽しんでます。ツルツル入るんで。小麦が溶けたというか甘みが出るんですよね、スープに。スープまでちゃんと飲んでもらうように作ってはいますけどね。
どこ行ってもちゃんぽんに。ここが一番いいよって言われて、それが一回来てからだと15年ぐらい。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございます。はい、おはようございます。お店にはよく来られるんですか？うん、来ますよ。大好きです。ちゃんぽんですね。はい、じゃあですね、ちゃんぽん食べたけど、これ食べてからもうこれやみつきよ。絶品や。どこにもあげんの、このカツ丼は。Thank you.
介しておきますね。はい、後ろ通りますよ。お姉さん今日何注文されたんですか。普通のちゃんぽん。お味どうですか。あ、美味しいです。いつもちゃんぽん頼まれるんですか。今日初めて来たの。あ、そうなんですか。どうですか、初めての感想は。あ、美味しいです。結構こう量が多いと思うんですけど、どれ食べれそうですか。あ、美味しいで大丈夫だと思います。今後お店をどうしていきたいってありますか。美味しいちゃんぽんをずっと提供し続けたいだけです。
普通のちゃんぽんとカツ丼を食べてもらえば間違いないと思うんですが、クラゲが入ってる特製ちゃんぽんとかも結構人気なので、何でも美味しく作ると思うんでお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。1日大体何食分ぐらいを作られるんですか？3時から4時。湯がく前の状態ですね。で、一回湯がいて、一回締めて、一玉にして、また冷蔵してって感じですね。ラーメン準備されてるじゃないですか。これは今日1日で出る半日三宅台場って120ナビがね、大盛りが30。ああ、もうこういうとこはね、早くて早く食べてさっと仕事に戻るみたいな、そういう人が置いてる。勧められないメニューは置いてません、そういうことで自分が食べて美味しくないやつをお客さんに売るわけいかんやんね。それだけですよ。するとこ綺麗かどうか、汚いとこで食いたくないやろ。
スイッチが入ります。前掛けしたら。お待たせした、どうぞ。はい、すいません。
ただいまーす。ただいまーす。ただいまーす。はい。失礼します。大盛りラーメンのシャバーです。はい。いつも美味しいです。ありがとうございます。最初
6番さん。はい。お店にはよく来られる。いやいや、初めてなんですよ。初めてですか。うん、ここが美味しいって言ったから来たんで、うん、スープがしつこくないね。うん、まあね、久しぶりにラーメン食べたかったの。週間に1回ぐらいでしたけど、多いけどね、時間帯によっては。もう12時過ぎたら行列よね、ここ。こっちに家建てて、50年になるけどね、40年だから。持ち帰りも野菜炒めとる、焼き飯。焼き飯が絶品やね。独特のなんかな、味付けがね、うん。カウンターの4番さんと10番さん固め。うまいでしょ。食べたね。食べてみたんと、あ、ラーメンかちゃんぽんだね。はい。はい、どうも。
6番線右の方がなんで、はい、2番です。はい、ありがとうございます。店には結構来られるんですか？今日初めてです。そうなんです。ラーメンが好きなんですか？はい、ラーメンめっちゃ好きです。ここのラーメンどうですか？めちゃめちゃ美味しいですね。あっさりしててとても食べやすいです。しっとり系なんですよね、パラパラっていうのが。それが好きなのと、この福神漬けのと合わせると抜群に美味しいです。お出し切りよかったらどうぞ。Thank you.
3回かね。結構常連さんです。でももうずっともう長い。あ、もう何年も通われてるんです。もう何年もなるね。バリカタチャーシュー。はい。バリカタチャーシュー7枚。はい。片面7枚。はい。大盛りカウンター4番さん。ちゃんぽん悩むのね。どっちを頼むことが多いですか、ラーメンとちゃんぽん。
合うちゃんぽんかな。俺もちゃんぽん多いな。ここ見たらほら、お客さんが食いよけん、あ、やっぱりちゃんぽんにしようってなるけどね。湯通しするんです。時短であり、味の再現性の担保でもあるんで、それをあえてしないっていう、もうだから調理法ですよね。もう試行錯誤しまくって、たくさん失敗して時間かけて、お金もかけてやってるんで、でも誰でもできることです。誰でもできることを、もうただひたすら繰り返しやるっていうのを凡事徹底ですよね。いつから無課長なんですか？娘が病気してからもうやろうって決めたんで、お子さん連れのお客さんとか、僕が代替わりした当初ってそんなに多くはなかったんですけど、自分の娘が病気して自分の食卓とか娘が食口にするものにちょっと意識しだすようになったのに、当時はまだうちも化学うまみ調味料とかを入れてたんで、そういうのを子供さんに食べさせてる時にすごい気持ち悪い、なんか違和感を感じて、自分の子は気をつけてんのによそのお子さんには気をつけてんのかなんかすごい嫌だったから、もうちゃんとやろうと思って、娘が1歳とかだったら7、8年前かなから多分スープ作りからまず着手して、スープある程度できてきたってなって、もう旨味調味料も入れなくなったってなって、その後
自然に発酵させて作られたお味噌とか醤油を使うようになって、この調味料とかも全部もうゼロからじゃないですけど、はい、見直して味も、ああそうそうそう、お醤油もいろいろ蔵元さんに実際来てもらったりとか自分が見に行ったりとか、一番使いたいやつはやっぱり一番高かったりとかそういう問題があるんで、現実的な金額で提供できるけど、やっぱすごいちゃんと産地も九州産のものにこだわってる。料理に携わったのは何歳ぐらい？まあだって親父がずっとやってたからお店手伝ったりとかもしてたんで、それこそ子供の時からお店手伝ったりしてたんですけど、実際にだから料理と向き合ったのはもう19歳からですよね、専門学校入ってから。でどうせやるんだったら、まあ、日本料理がいいなと思って、で日本料理のてっぺんの店で働きたいなと思って大阪に行って、そこを料亭に修行に入って、和食からやったら結構ガラッと変わると思うんですけど、はい、そうですね、だから舐めてかかってましたよね最初。ちゃんぽんなんてめっちゃ余裕やわと思ったんですけど、全然やったらやったですごく難しいし奥が深いし、その上無課長とかやりだしたからもう天井が見えないですね。だからできることってまだ多分山ほどあるんで、山ほどあるけどいっぺんにはできないし、ちょっとずつちょっとずつ自分が今まで培ってきたものを反映させながら同時になんか深掘っていって磨き上げていってっていう感じで、停滞したらもう それって衰退やと思うんで、ずっと何かしら考えてやるようにして、もっと席多かったんですよ代替わりする前って。なんかもう向こういっぱいまでテーブルがあって相席上等でやってたんで、すごいキャパも30以上あって、ずっと親父が一人で鍋とってたんですけど、まあちょっと病気がちだったんで体力的にしんどいから店継いでくれって言われて、全然継ぐ気なかったんですけど、分かりました言って、で帰ってきたんですよこっちに。それがもう10年、11年ぐらいかな。最初2年ぐらいは親父と一緒に仕事して、死ぬほど喧嘩して、そんなに好きじゃなかった親父のことをさらに嫌いになって、で代替わりするっていう最悪のパターン。仲直りできましたよ。あ、もう今はある程度距離が離れるといい感じの距離感になります。違う価値観を持った職人同士が一緒に仕事するってなかなか難しいですね。親子と言える親子やからがゆえに、麺もうち用にうち用のレシピで作ってもらってて、製麺してもらってそろそろアクを作ります。
無添加のものが作りたくて、そういうかまぼこ屋さんももちろんあるにはあるんですけど、やっぱコストがすごい高いんで、醤油これは長崎から仕入れてるカリカリ麺用のチャーメン、ちゃんぽん麺は福岡の製麺所さんからすごいいい麺を仕入れさせてもらってるんですけど、カリカリ麺だけは長崎からじゃないと、長崎の麺が素晴らしいですけど、さっと湯がいて水分をちょっと含ませて、で、高温の油で一気に揚げる、サクッと揚げしいたけの軸もこの石突きの硬い部分を刻んで油に香りを移してしいたけオイルとしてしいたけ炒めたりするときに使っている。しいたけだけでちゃんぽん成立させようと思うとどうしてもインパクトに欠けるんで、本当なんか無駄なく効果的にどうやったら使えるかなっていうのを模索してやった結果こうなりました。戻した椎茸も具材に入るんでめちゃめちゃうまいっすよ。だけいい原木椎茸って、まあ、変な癖がなくて、椎茸苦手な人とかいるじゃないですか。僕その美味しさにびっくりしてこれでちゃんぽん作ろうと思って、
はい。
最高です。美味しいです。うん、最高ですね。もう30年から、まあ、お父さんの代からずっとここにしてるんですよ。この若豪坊何使うんですか？ちゃんぽん。限定メニューのセロリと若豪坊っていうやつがあって、今週からスタートしてる。
で特定電話を当ててください。臨時休業はたまにしますけどね、用事があったら、はい、おとといはうちの子供の入学式だったのでちょっとお休みしてます。いらっしゃいませ。お近いのお客様も領収書お願いします。ちょっと一旦サラストちゃんぽんお願いします。お待ちします。
ちゃ美味しいです。いらっしゃいませ。これしか頼んでないとにかくうまい普通のちゃんぽんも好きだけど椎茸ちゃんぽん今ハマってますね。椎茸めちゃくちゃうまいです、うん、長崎出身になれば、そうか、ここは長崎のこれサラセブロン。これサラうどんです。あ、サラうどん。これサラうどん。のヤマメン。ヤマメンとね、片面っていうのがあるんですよ。我々はいつもこのヤマメン、これに酢をかけてね、食べ方ですから、この酢かごいいんですよ、合うんですよ。
お店には来られるんですか？お父さんの代から来る。でもここのちゃんぽん食べたらよそは食べられない。本当に本当です。全然違うんだね、スープが。お待たせ。どうぞ。はい。
さっぱりとした奥行きになんかそのコクを感じれるようなスープ。火加減です。その沸き方一つで全然変わってくるんで、水分の蒸発量とその乳化の具合が火加減一つで左右されるんで、それを見ながらちょこちょこ見ながら調整して。
甜麺醤。甜麺醤。あえる感じや。仕上げにごま油。ごま油。これは返しだよ。こちらが秘伝の返しはその店によっていろんな割りがあるけん、それ甘かったり辛かったりするとこもある。うん、酒みりんを一杯ずつ。お味噌汁。お味噌汁。沸いたら昆布を出す。冷めてさっきみたいに瓶詰めする。思うことあったりされますか？暑い。仕入れがやる大変。卵、油、小麦が上がったろ。全部上がるばっかり。お値段じゃ上げられんし。ラードでも5300円か。前はもう半年ぐらい安い時は2500円。値上げいくつかしたけど、ちゃんぽん一杯1000円とかなんかダメやん。それぐらいせなもうやっていかれん時期になるよ。カツのカツ丼とかのカツです。例えば前の日の夜とかにカツ丼がなんか特集されてるとか。焼きちゃんぽんはもう代替わりした時からずっとあるメニューになるんですか？俺が来てからした。あ、そうなんですか。夏暑いやん、やっぱ、はい、ちゃんぽん夏ねえよ、あんまりこう、まあ、焼きそばみたいなもんやろ。やばい焼きそばやろ。あ、持ち帰りが多いん、ね、ちゃんぽん持って帰らないけん、うん、焼きぽんやったら持って帰らない。1日分って言うときゃ1日分、そうですね。五目ちゃんぽんと焼きぽんが普通のちゃんぽん。五目やったら人参、アサリ、イカ、ちくわ。
思っとるんですなんか食べてこれ卵豆腐できないようにね子供の時からなんかお店のことを考えられたりしてましたか？いやもうほぼ強制です。ほぼ強制小学校ぐらいから例えばお店が忙しい時に忙しい時お使い行ってきてとかあと皿洗いとか。実際にお店で働くようになったのはいつ頃なんですか？一昨年やっぱ同級生とか友達がこう食べに来てくれたりそういうのはやっぱ嬉しいです。うん、あとはやっぱ常連のお客さんとかもやっぱいて、はい、いつもやっぱ来てくれるのはありがたいなって思います。あとはやっぱ作ったものが空っぽになって帰ってきてくれたらやっぱ嬉しいです。やっぱ自分たちは表に出ないので帰ってきた皿を見て綺麗にスープまで飲み干してくれてたらやっぱやりがいというか嬉しいですね。こちらで何日分ですか？これも1日で1日分午前中この2箱切ってで午後はまたあの2箱切る感じ。豚骨スープのこれは下処理みたいな感じ膜ですね。血が固まったやつこれをしてたらスープを取るときに余計なアクが出なかったり臭みがなくなったり今度煮すぎるともう出汁が出ちゃうスープが、はい、そこは気をつけながらって感じ。スープは豚骨鶏ガラ、まあ、うどんだしと思えばいい。ちょっとあっさりになる豚骨ばかりで濃いやん。同じようなとこあんまりないやろ。いらっしゃいませ。五目一です。
うまいね。ここよりうまいちゃんぽんはないと思う。Thank you.
山椒で。上色と野菜、野菜でビール飲んで最後に出よう、はい、昔ながらで美味しい。17、18の時からやけ45年ぐらい、うん、お好きな方もいらっしゃったら多いな。
Yeah.
げえ。どちらかで修行をされてたんですか？自分は大分で一応2年半。2年半日本料理、日本料理の職人。暑いからさ。